高校卒業と同時にオランダへ渡り、名門ジム道場着力に入門。技術っていうよりもやっぱほんまにこう人間的に強い選手がいっぱいいたなと。着力の看板を背負う逆輸入ファイターとして凱旋帰国。自分が目指してたとこなんで充実感というか本当に嬉しかった。輝かしいキャリアを積み重ねるノブを突如襲った体の異変。自分の家に帰る坂道があるんですけど、それが登りきれなくなったんですよね。歩いて、あ、これはちょっとなんかやばいぞっていう感覚ですね。急性骨髄性白血病です。やっぱ最初の頃はやっぱしんどかったですね。無菌室に入れられて1ヶ月近くずっと生活しなきゃいけないので、抗がん剤を打つっていうことに関してもやっぱりきついっていうねイメージしかないので、やっぱしんどかったですね。やっぱり友はもう励ます感じですね。その試合も練習も苦しいこと耐えてきたんやから、まあ、お前らが勝てるみたいな。アースがまあ日本でね K1 で試合がある時とかにいつも僕の名前出してくれて気にかけてくれてすごい嬉しかったですね。まあ本当着力ってファミリーなんですよね。仲間の支えで難病を克服、不死身の逆輸入ファイターノブ林。運命の復帰戦、対戦相手は先輩ピーターアーツの愛弟子ムラット・エガ。ラオマル相手に豪快な KO 劇を演じ、初来日でビッグインパクトを刻んだ男。自分がここまでできるようになったよっていうのをアーツにも見せれると思うんで、ね、爆発したいですね。復帰戦という形で自分のこの目標に関しては叶えられたので、また自分が勝つ姿をね、今まで応援してくれていた方とか闘病中もすごい支えてくれた方に見せれればなと思います。ノブ林 VS ムラット・エガン。総席ご紹介しましょう。元 K-1 ファイター武蔵さんを交えてお届けしていきます。解説は布施浩二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ武蔵さん、はい、このブレードという興行が立ち上がってここまでご覧いただきましたけれども、どんな印象ありますか？はい、いや激しい戦いが展開されてますね、うん、本当にドキドキハラハラで、はい、全試合見てます。なるほど、はい、そういった中で、オープニングでも一番注目のカードとして挙げてくれたのはこの戦いでした。どんな思いですか、はい、今いやー、ノブ選手が連勝する姿を見てちょっと涙が出そうになりましたね。なるほど、はい、やっぱ同じリングで戦っていた戦友としてですね、いい試合してほしいなと思いますし、そうですね、村戸選手はもう倒しに来てまた日本でいい試合し見せて頼んでもらおうという気持ちでいると思うので、はい、相手に見切ることなく、はい、ガンガン行ってもらってきて、やっぱり勝ってほしいですね。なるほど、布施、はい、さん、はい、本当に体の大きな2人がこのリングに上がると狭いですね。ですね、まあ、でも野口選手はこれ、はい、6年ぶりの感触を確かめているようなところがありますね、やっぱりね。このどうなんでしょうね、6年ぶりの感覚というのは。いやー、僕経験したことない、これちょっと武蔵さんに聞きたいですけど、武蔵さんどうでしょうかね。いや、やっぱ6年のブランクを取り戻そうと思ったらですね、やっぱり直前ごとの努力というのはなかなか試合の感覚って取り戻せないですから、相当の努力があったと思いますね。なるほど、そういった中でなぜこうリングに上がってこようという思いが出てくるんでしょう。やり残したことが本人にあって、そのやり残したことを必ずやり遂げなければいけないという気持ちが前に出させるんじゃないですかね。なるほど、はい、その復帰戦となりますノブ林、迎え撃つのはムラット・エガ。画面重いパンチがノブ林の画面を捉えた。やはりヘビー級ですから一発の重さっていうのはもう、計り知れない破壊力があるんで、うん、やっぱりノブ選手しっかりガードをして、相手の動きをよく見てほしいですね。皆さんから見てノブ林ここまで動きご覧になっていかがですか？いや、決して悪い動きではないですよ、相手の動きよく見てますね。はい、はい、さん、はい、逆にムラット・エガンどんな選手でしょう？いやー、もうこの選手はあの
チームアーツのですね、期待の若手のホープなんですけども、まあ、前回もあれラオマル KO してるってところでですね、はい、もう強さっても十分日本のファンも分かってますから、はい、日本定着狙うんだったら今日も KO で勝ちたいです。そうですよね。ちょっとノブ選手、ロープをちょっと背にするところが多いので、はい、ちょっとロープを背にするのはちょっと回避した方がいいですね。なるほど。足を使って少しずつ回っていきたいところではありますが、ダメダメ、これはちょっと危ないですね。少し足が止まってきたか。パンチ顔面を何回かもらっています。ボディ、いい音がこの大滝総合体育館に残り辻ラウンド30秒。もうなんかこの体育館のみんながこう、ノブ林頑張れっていうような思いが伝わってきますね。そうですね、はい、やはり自分からどんどん仕掛けていってほしいですね。ノブ選手はやっぱ昔からローキックが強いですから、最後からの右のローキック、はい、そういったものを組み立てていってほしくもらって、ダメージを与えてほしいですね。なるほど。第2ラウンドです。瀬さん、はい、改めて第1ラウンドご覧になっていかがですか。まあ、ちょっとあれですね、村戸栄眼の構成の点が目立ちましたね。あ、でも今当てましたね、林が。もうこれは一発ありますからね。そうですね、ヘビー級っていうのはやっぱりその一発がかなり危険ですから、はい、武蔵さんにとってこのヘビー級というのはどういう階級でしょうか。もう本当に一発の油断が試合を終わらせてしまう、そういう階級だと思います。危ないですよ、危ないですよ。ノブ林、ローキックは危険ですから、はい、あそこはやっぱり回ってほしいですね。どうでしょう、布施さん、その回る余裕があるかないかというと。そうですね、はい、もっと足を使ってほしいですね。振り回してくれますが、ここは村戸栄眼パワーをしっかりとこのリングの上に見せつけました。あ、そしてご覧いただきましたでしょうか、ピーターアーツが、はい、今度林のところに来ましたね。いや、ピーターアーツももともと道場着陸の選手なんで、ね、よく知ってるんですよね。はい、試合が始まる前のオープニングムービーにも言葉がありましたけれども、はい、こういった中ではこうなんか運命的なノブ林の復帰だったのかなという感じもします。いや、ノブも逆にそれの方が嬉しかったみたいですね。あ、なるほど、はい、ピーターアーツの選手とやるっていうのは、うん、はい、やっぱり大きな病気に見舞われて、そこから6年のブランクを終えて復帰するっていう、そのノブ選手のその根性、魂、このリングにかける思い、こういうのをすごいこの試合で感じましたね。はい、ノブ選手に一言メッセージお願いします。いや、お疲れとは言わないです。彼もまだまだやろうという気持ちが残ってると思うので、次頑張ると言いたいですね。はい、スーパーファイトヘビー級3分3ラウンドの戦いは2ラウンドでムラット・エガンが KO でノブ・ハヤシを下しています。